皆さんこんばんは今夜も始まりました茨城キングのごジャパイスクールの時間でございますいやなんかね今日は各地でというかこういろんなこう sns で重大発表とかって囁かれてますけど重大発表って何だいつ発表されるんでしょう、うん、ぜひ皆さん最後までお見逃しなくというわけでキング先生 はい。はい。あ、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、早速ですけど、重大発表します。なんでしょう。これ、皆さん、気づきますか、私。重大なことに。もう、もう発表したんですか。もうね。はい。机がない。机これ、重大ですよ。いつも、ここにパソコンがあって、机あるんですよ。ありますね。ないんです、ないんです。いや、ありますよ。 私には見えません私見えてますそこにテーブルがあるのが私には見えるじゃあ分かりましたパソコンもねあれですけどまあまあまあそれまあ重大じゃないんですけどでもまあやっぱりね授業を行うにあたって机がないってねどうやって書けってことなんでそうですよね学校にこうある間敷きというかねそうなんですよだからこれ結構ねなんかこれ重大なことにつながっていくんじゃないのかな予兆ちょっと予兆かなと机がないのは学校の備品がないってことですかねそうなんですよ なんかあると思いますよこれは。はい。はい、まあそんなね、ゴ、えー、ジャップハイスクールなんですが、はい、今回は憲北特集ですよついに。憲法来ました。来た。うん来ま,、ね、来,来ましたよ。来北したよ。憲法来た。憲わかる？お憲法来た。 はい、わかりますか。意味が。わかりますよ。ギャグの意味。逆。わかります。あ、あれですよね。あの、憲法君のポクってあの、北の。そう、そういう意味です。はい、まあ、ど、どうでもいいんですけど、はい。そうです。なんで、ようやくこれ、憲法君特殊、憲政権難ときまして。ちょっと、県を飛ばしましたけどね。やはり、まあ、北、ちょっとやっておかなきゃなっていうことで。はい。はい、今日やっていきたいと思います。はい。はい。で、今日はね、なんと。なんと。結構、強化が。 はい。いろいろあるらしいんで。教科がいっぱいある。う,んうん、うん、ちょっとその辺もね。はい、どんな感じでちょっと行くのか。楽しみに。はい。していただければと思います。はい。えー、そして、この番組はですね。この、まあ、教科と言いましたけど。こう、授業形式でね。いろいろ、こう、進めていきますので。ぜひ、皆さんにもですね。生徒として、番組にご参加。いただければと。いうふうに思います。はい、はい。で、ええー、参加方法ですが。右側ですね。画面右側に。 ソーシャルストリームというのがあるかと思いますのでそちらにツイッターのアカウントでログインをしていただいてそこで、えー、つぶやいてください、はい、でいただいたものはですね、えー、休み時間に紹介をさせていただきます、はいはい、そしてあとはソーシャルストリームが使えないという方はツイッターですねツイッターで、えー、つぶやいてください、はい、その際にハッシュタグっていうのがありましてこちらですね こちらをつけてつぶやいてください忘れないでくださいねはいということでねじゃあ早速ですけどもね一、はい、時間目いきましょうかねいきましょうか、はい、じゃあ一時間目は社会の授業になります ございまして、キングです。よろ,すよろしくお願いします。社会ですよ。<会>ね、県北の社会。そうですよね。ちなみに、委員長はどっか得意なエリアってあります。まあ、県北でもいろいろあるじゃないですか。うんまあ、山側、海側、真ん中とか。あの。北南。小櫃駅周辺かな。<お> <laughs> 狭すぎますね今ちょっとわかんない人いたじゃないですか小木駅まず小木津駅周辺って言われてもイメージつかない人日立市ですね日立市の中のその中でも小木津が得意ほらよく考えてみてくださいよ私ね日立市出身とはいえね高校生までなんですよいたの小学校中学校高校までなんですよまあハイスクールだしねハイスクールってこれの高校までって 自分の生ける範囲すごい狭いんですよ分かりますかそれがおぎつですそれがおぎつですおぎつ問題今日出るかな出ない気がするけどなおぎつ問題わかんない出るかもしれませんちょっと私もおぎつがどうやって関わってるかってちょっと分かってないんでわかりましたいきなりあれですねおぎつがもうキーワードみたいなおぎつキーワードはい。なりましたけどねおぎつ調べてください皆さん特におぎつについては触れませんね詳しくはねははいい。わかりました っていうことで、まあ憲いっ,ってもいろいろ広いのでたくさんありますけどお社会の方はですね、うん、私の方から2問 2>、はい、そして、えー、番組からの出題が2問ということでね、はい、全部で4問ありますよね。<問>はい、じゃあ早速ですけど第1問いってみましょうかはい、えー。じゃあ第1問問題どうぞ。はい、各番号の道路名を答えようあ 県北のいわゆる国道ですかね、道路の名前ってことはね。そうですねはい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 。じゃあ、えっ、ー、と、うんうん、これはどうやって答えればいいでしょうか。じゃじゃん。ええー、なに<ー>これ。はい,はいはいはい。なるほど、なるほど。道路がね。<っ>ありまして、はい、あ、これはあれですか、三択にはなってないのかな。 なってないなってない言わなきゃいけないうっそーこれは難しいえ難しいはいはいはい三択かなと一瞬私思ってましたけど三択ではございませんのでございません番号言わないといけないえーわあ、じゃあ1番一番からいきますかじゃあねへん、一番からすでこれも地元の人は逆にもうあれでしょうね誰でもでも知ってんでしょうね剣北の人はねもちろん普段通ってる有名な国道ですからこうマニアックな剣道だったら絶対わかんないけど 国道だから、あ、じゃあいい、いや、わかるところからいいです。言って、何番でも。三番。三番ですか。はいはいはい。三番は。国道六号。三番は国道六号ね。じゃ、あこれ、あの、答え、多分、一気に出ちゃうんで。はい、合ってるかどうか、個別に、私、やりますと、三番は。あ、はい、はい。大丈夫です。よかったじゃ、一番と二番ですね。ええー。はい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 。じゃ、ああのー、私の方からヒントを出させていただきます。はい、えー、二択になりますね。うん 1>, えー、1つがですね118118 34か349118か349じゃあ1番はどっちでしょう349では2番が118では答えの方どうぞおー もう外れました。はい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 。これね、一番が百十八号でいわょっと奥区方面ですよね。はいはい。あ、そうなんですよ。百十八号通った。百十八号って言われればなんかああ通ったなと。大久の時通りましたよ。そう日立大宮から大久ね、行くのに通りますね。通りました。通すよ。で二番が三四九で、これはまあほぼ日立オーを縦にですか真ん中ですよね。 ととか34とかいいまますすよご忘れてましたけどでもちょっと六国はやっぱりね、うん、地元っていうのもありますして分かるということでね、はい、まあこの大体憲法が縦に動きやすくなってるんでここを押さえとけばね、まあ、基本は大丈夫でしょうと、まあ、横の国道もなくはないんですけど、はいはい、き基本は縦です。縦ということですね。はい、じゃあ次違う問題じゃあ行ってみましょうね。はい、じゃあ第2問今度は山ですよ各番号の山の山名前を答えよ。 これももしかしてごたくじゃない？なんでなえなんで今日こんな鬼なの？時間がなかったと見受けられます。でははいでは高島ででえ山？どんな山か山？じゃじゃん山？五つありますね。はいはいはいこれ高島で答えるのは難しそうだなこれ。えじゃあまずは一番からいきますか。

覚えていただければと思いま,すまあ、はい、本当とにもう県境なんでね栃木と福島のね。と、はい、いうことですが他にじゃあ逆に2「2345」4 5で分かるものがあったら言ってください。えー、もし何か分かるのがあれば、はい、あのそこを除いて3択とか4択にしますんでね。はいえー、山ちなみに日立で「山」といえば何かありますか、はい、よく使ってたり。かみねさ,さんね。 神さん。さんこれないんです。神さん、さんないんです。風。風神山。風神、うん、山、風の神山。はい。ないんです。よ、これね。どちらにば、えー、あれって、ね、あの、海に近い方にあるんですけど。二、ね、番が日立なんですけどね。あた、た、たつわれさん。 おーやった 2>,、はい、!2 番は辰割山っていうね山になりまりてギ,リギリをすごい言ってますよ、ね、そうなんですよ辰割山は結構まあ県境なんですねほとんどあ、県境っていうか市境っていうかね高萩との市境の方にある山でしてこれ有名なの,のの巨石っていうんですかね、はい、石が結構いろんな有名でね特に立割石っていうこの丸い石が真っ二つに割れてる石があってね<ー>それは結構ねはい有名で最近コースにもなっておりますはい、はい じゃああとは3択になりますのででは、えーはい、ここからですね時間もあれなんで私の方で読んでいきますので、はいえー、何か答えてください、はいえー、ではですねまず一つが「天神山」天神山、はい、次が「ですね映像室」映 <laughs> 像室 <laughs> で次が土だけ「土岳うん、うん」。 土だ,土だけ。<何> <laughs> 土、土田さん家じゃなくて。<laughs> はい、土だけではございません。<laughs> 土だけです。<laughs> 山のほです。土の家ではありません。<laughs> 土田さん家じゃなく、はい、土,土だけではなくて、土だけです。土だけ。はい。これは難しかったかな、ちょっと私ああの,あの選択するってイメージでちょっと考えたんですけど。はい、天神山映像室。土だけ。なんとかさんってつくのありません。どうしようかな。はい。じゃあ、三番は何にしましょうか。 天神山。三番が天神山。はい。四番は。じゃあ、土だけで。土だけ。はい。そして、五番が。映像室。映像室。はい。では、答えを見ていきましょう。ああ。全部ば。全部違う。全部違う。そうなんですよ。 まずじゃあ説明しますね。三、はい、番はこれ高萩の山といえば土山っていうのが結構有名で、はい、まあハイキングコースになってたり、多分まあちょっと遠足っぽいところでね行ったりっていうことで高萩といえば土山です。土山隣なの、はい、で四番が映像室っていうね。はい、映像室。はい。これちょっとあの漢字っていうかあれが読み方が難しいと思うんですけど、はい、これあの何かというと北茨城なんですけども。はい えー、茨城県内だけに存在する山で一番高い山なんですよ。<ー>実は。はい。あの、<ー>やみさんは茨城と栃木と福島の、ちょっと境目なんで。まあ、どこの山って言った場合に、一応茨城って言ってるんですけど、栃木でも福島でもあるっていうことなんです。映像室は単体で茨城なんです。は,<ー>はい。その中では一番高いと。いうことですね。ええ<ー>。そして、5番が天神山。天神山。はい。これどういう山か、ご存知ですか。 予想で東海村にある山あるって分かりました？東海村にあまりイメージがね、ねないですよね。はいはい、はい、となんか神のなんか高々しい感じの天神山からね。<神> <laughs> <laughs> はい模範的な回答ありがとうございました。はい、ありがとうごました。たまあまあもちろんそういうイメージあの意味はあるかと思うんですが、はい、これはあのどういう意味でこれ私やったかというと、県内で一番低い山なんですよ。 はい、茨城県内で最も低い山が天神山1 7 4す。あと低い山で結構有名なのが北茨城に天碧山っていうのがありまして、はいはい、これあの海に浮かんでるしあの島っていうかね、うん、ほとんどあの海沿いのところなんですけど、はいはい、そっちの方がただ、21. 2 1 2ルで<あ> 2> 県の2番目なんですけど、えー、東海村の天神山が一番低いというね。 はい、そんなマニアックな問題でございましたマニアックですねということでね、結構難しかったですねやっぱり選択しないとちょっとね、難しいですねそうですねじゃあ残りは番組からあ、時間がないんで一問だそうです問、はい、じゃあこれ私も一緒に考えましょう、はい、じゃあ次の問題お願いします、はい、全国の桜名所百選に選ばれた県北の市町村にある公園を二つ答えよ公園、あ、市町村名じゃなくて公園ですか 公園はいはいはい、じゃ、これは二つなんで、一個ずつ言っていきましょうか。はい、わかりました。はい。では、委員長、わかるのを言ってください。上根公園。上根公園。じゃ、私はですね、沈みね、ふるさと公園。はい。では、答えの方を見ていきましょう。おお<ー>。正解。素晴らしい。はいはい、ありがとうございます。<あ>はい。中島、沈みはいはいはい。 ね、上根公園がまず一つ、まあ平和通りと合わせて日本の桜名所百選に選ばれているということで、これなんで桜名所になっているか知ってますか？これ、はい、なんかこう鉱山と関係があるんじゃないかそうなんですよね。はい、いわゆるあの煙とかの、はい、はい、郊外でこの桜植えるといいっていうのがあって、それで桜植えたっていうのがね、始まりだとされているわけなんですね。はい、はい、そしてもう一つのですね、静海ふるさと公園の方は、はい、あのこれまあ一般的に 桜っていうとこのソメイヨシノね日立のソメイヨシノなんですけどそうではなくて八重桜色もちょっと花の形も違っててですから時期もちょっと遅いんですよ。うんだから今年の桜見逃したって方も沈みに行けばまだ大丈夫間に合う,ってうことなんでねはい、県北のこの2つの桜名所はぜひ押さえておいてくださいということで。はい れ消えましたたたたねこここななっっっっちゃよよかか重大発表違いましたね。ということで社会はね建北のもので最後はきれいにねフィニッシュということで以上になります。 今はですすねツイッター紹介していいいきたいと思いますドクマムシさん机捨てらられる嫌がらせまさかの重大発表その1重大発表なんか今日いっぱいあったけどその何まであるんでしょうねっていうか今までのはきっと重大発表じゃないと思いますけどね重大発表ゆいじさんついに俺も五邪子の進学か違うっていうことでいや五邪子進学ねいいじゃないですかちょっと進学してきてくださいよかもんかもんですよ。けんぽくぽくじゅんさんねえ天の首が 天天天ののの声声声がクビだと重大発表天の声がクビまさかマン天の声クビかなどうでしょうねどうでしょうねちょっと恐ろしいですねこういうこといっぱい言っていると後で私が飛ばっちり食らうのでねやめてくださいね中子問題くらいならありかなってことでもしよ大谷の駅は「いや構わないで疲れてる疲れてる」小木津駅界隈とは範囲が超ローカルそうなんですよ日立駅のねあの一個北に進んだ駅が小木津駅ですのでね皆さんぜひ行ってみてくださいねすごいローカルです私の地元ですからね すごいぞ全く分からねえというこうやっぱ地域が違うとねこうほら「百十八号」って何ぞやはやっぱそうですよね「あの百一派」とかって言うんですよ「百一派ずっとこう登ってって」とかってよく言うんですよ建北の人は。ぜひ覚えてくださいというわけで土だけ違うよ土だけでもないですよ。はいというわけで続いては国語です いやどうも茨城弁太郎でございます。いやどうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 。いやいやいや。ね、俺は別に重談発表ないんだけど。ないない。うん。だけどね、俺もあれだよね。茨城弁の講師だったんですよ。最初そうでしたよね。方言を教えてたんですけど、いつの間にか感情性路んなてたらな。普通の国語になってますよ。そうそう。なんかまあでもね、世の中のやっぱ需要に合わせてよ。講師も変わっていかないとな。あ、そうですよね。学校の存続にもかかっ。存続にもそうですよ。そうだよな。はいはい。 じゃ頑張りたいと思いますね。はい。今日はね、漢字問題と漢字の読み読みがな問題ね。はい。念頭を絞めてですね。全部でいっぱい出るんだけど、まああの二つに分けますんで、漢字書く問題一個、で読みの問題一個っていうでね。なるほどまあ二つに分けてやっていきたいと思います。ではまずは漢字を書く問題書き取り問題です。では問題お願いします。次の地名を漢字で書け。いさござは 怪我の <laughs> そういうことで、まあ漢字書かせる問題ですから、これはもうなんつうの、あの難しい漢字は出ません。簡単な漢字です。難しい漢字、うね読みからすごい,難しい。そう。読みは難しいんだけど、あの漢字自体は結構簡単で、小学生、中学生だったらあのだいたいわかるような読める、<laughs> 読めるっつうかね、その漢字自体は。どこなのこれ。えー、うん。あこれちなみにこれ。 この場所知ってますか？地名なんですけど。わかんないです。知んないですか？はい、もう一個あれだよ。日立だよ。え、嘘。嘘。<laughs> <laughs> いきなり嘘って来ましたけど。え、<laughs> 本当ですか？そんなダメっぽいな<え>じゃあこれ。ダメっぽい, <laughs>、はい。じゃあいきます。じゃあ答えをお願いします。はい。お、なんか <laughs> なんか普通になんか。 当ててきたね。<あ>当ててきたっていうのはそういう意味じゃなくて、漢字こ当て字じゃないけど、伊佐五澤。もう、まあ、そうだね。伊佐怪我の。怪我の私の毛の脳で怪我の。怪我のなるほどそうきたか。でもこれ難読地名系だからな。そういう風に当ててくとダメなんだよな。当ててくとダメ。答え見ていく。答えははい伊佐五澤。はい

で怪我のはね日立田市ですね。日立太田ですか。そうなんだ。結構怪我のなんかあれだよ。南国知名でもあの県内でも有名な。ああ。天下のと書いて怪我の。天下のと書いてね。そう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 。だから怪我一武道会とかになっちゃうね。そうですね。怪我一武道会。分かったかな今みんなちょっとね。まあこれでも幅広い人気あるやつだからね分かると思う。怪我一武道会。なな何の子でしたっけ？ ま七個集める。そうそう七個集めるマニア。そこはもう復刻なくていいんですけど。はい。ということで漢字はね、まあ全滅ってこと。全滅。読みでいきましょう。読み読みはもう。はい。じゃあ次ね。次の読みを答えてください。じゃじゃん。まずはね、小さい豆の畑。はい。って書いてなんて読むか。あとはあれだね、皮付き系の問題だねこれね。紙皮付と書いて。まあ言ってるけど。 東河内、ねえー、勝手に読んでけどこれねそれとは限りませんので、えー、まあまあそんな小さい豆の畑だからあのーはい、筑波だとね、はい、大きな角の豆でささぎっていうん、ササのあったねありましたね、うん、これは小さい豆の畑ですよ小さい豆の畑、うん、で河内もねいろいろあれですけどねうん はいはい、でわかりますでしょうか。ち、小さい豆の畑。うん。わ、うん、<laughs> からん。おん。そんなに小さい豆の畑はひねってないんだけどね。はい。はい、かけました。行きましょう。じダんどうぞ。まず。小豆バタ。上、まあ。まあ、読める感じだね、普通にね。<laughs> 小豆バ<畑>タ。はい,はい。はい、上。上光地。 始まってまなるほど、なるほど。っていうことは、これはもともと知ってた名前ではないと。ないです。いうことですね。はい。はい。では、答えを見ていきましょう。どうぞ。じゃじゃじゃん。うん。小さい豆の畑は、あずはたです。あずはた。あずはた。そんなにひねらない。まあ、そう、あずの畑、小豆畑だけど。まあ、木を除いたぐらいだね。ああ、あずはた。まあ、普通に答えれば。はあ。まあまあ、そんなあれなんですけど。かがち。

たち大体全滅してるね。そうですね。やっぱおぎつじゃないとダメなんだな。東郷道はおぎつの中にはないんだ。多分多分多分ないね。ああなるほどなるほど。はいはい。で上川は長司。長司。はい。で安治は喜多バラキ氏と。あ喜多バいうことでね。まあ他にもいろいろね面白い読みありますけど、今回はねまあささぎつながりで安治。安治。そして同じ河内って読みだけど読み方が違うっつので。 えー、上勝と東ゴードを紹介しました。と、はい、いうことでね国語はやっぱこれ漢字は知らないとできないっていうただそれだけっつって、ね、ただそれだけですよ。うんうん、東ゴードとか多分私車運転しててきっと見てると思います。うん、なるほどね標識とかでははいはい、はい そうだから、俺も、おみ、大みかとか出そうと思ったら、大みか。大みか、あれ、知らない人読めないもん。ね読めないですよね。そうなんだよね。大みか、私、漢字書けますからね。あ、マジで。書けますよ。あ、じゃ、大みか出せば、よかったけどね。はい。後の祭りっていうこ以上、国語の授業になります。では、あれ。 今はツイッター紹介したいと思います。徳間さん、重大発砲バーみたいな発砲しないでくださいね。無双無双重大発砲はい。重大発砲ってでもねちょっと噛んじゃったのどうして聞き逃してくれなかったんですかちょっと。やっぱり百一パチって言いますよね言いますよね。したら今度は百一パテ T シャツで。あぜひよろしくお願いします百一パテ T シャツでお願いします。 ベタロ先生とかね来てますけどドクさんが発砲します黄色い線の内側にお下がりくださいって嫌なアナウンスだな発砲しますって物騒ですよちょっとやめてくださいよイサ,イサゴザワ <laughs> イサゴザワ、うん、うんうんうんそうですよねあすごいタガさんすごいですね待ってるなんかもうキングに加えてベンベンも含みまくりで気になるわ重大発表って,て怪我のって何すごい当て字だって 怪我の音マイコンが変換したああ員長と同じ発想で恥ずか恥ずかしいですか仲間入りですね委員長の委員長と同じ部類ですよたまたまくんは今日からよろしくお願いします。けがのは旧水婦村とか伊佐郷沢とか、ね、すごいですねべんべんそんな気はねえよということで東郷北これあてやっぱねその辺の地域の人だとあ分かる分かるんですね。アズハタすごいアズハタ上 あすごいですねがあすねごい結構分かってる人いますね。というわけでねじゃあ続いては音楽いきたいと思います。<music>

サウンドアルバムも出ますんで。今週末ぐらい。末、はい、ぐらいってまだ決まってないところがね。はい。普通はね、あのもうプレスとかして届いてるはずなんだけど、あのうち手焼きなんで、一<あ>個一個なるほどパッケージも全部手作りなんで。すごいですね。はい。はい、今やっぱ本人が全部詰めてますね、おお<ー>。<laughs> だからこうちょっと。 わかんないんですよ。なるほど、まだ大雑把。デザインとか何もできてないんで、じゃ。できてない。はい、あ、明日ぐらいにちょっと作ります。それ、頑張って。はい。まあ、曲は大体できてるんですけど、まあ、その中の一つが、この東京。東京曲になりまして。そうなんです。で、今回は、あの、生ラップをね、しようということになってたじゃないですか。なってました。もうね、ここでね。皆さん、お待ちかねの。重大発表でございます。ここですか。え大変申し訳ございません。え何なこの謝罪会見、何ですか。どうしたんですか。 ちょっとね号泣会見やりたかったけどちょっとこれ見えないんで号泣できないです実は今回この生ラップするにあたってトラックが必要じゃないですかはいそうですねなのでカラオケトラックを作ったんですよカラオケトラックでそこにもうラップしていくんですけど今回作ったカラオケトラックをスタジオに届いて聞いてみたていうかその前に一回確認して聞いたんですけど来る途中にそしたらなんとカラオケトラックにラップが入ってるんですよ <laughs> ラップが分かります、ね、カラオケトラックにラップが入ってるのそれはカラオケトラックじゃないっていうどういうことですかブ、えー、ーじゃないじゃなかなんですか,ですかそうだから<っ>カラオケじゃなくなったんですよ普通のトラックになっちゃったんですよ普通のじゃあもう、はい、先週流したようなそう,そうなんですただあの、はい 要は私がラップパートで、はい、委員長がサビパートっていうちょっと今パートだけを実はしてたんですね。練習ししてきましたよで委員長のパートサビのところは、うん、一応なんかただサビだけだとあれなんで、はい、私のラップを小さい音でコーラスっぽくちょっと薄く入れてるんですよ、ね。本当にまあ薄く入れててそっちをああそうしようかなと思ってやってたら、はい、自分のパートを抜くの忘れてて。 入入っっててたたんんでですすそうだからまあやり方としては2つありまして一つはこれから私が口パクをする口パク。まだしたことないんで口パクってそうですよね口パクをするかさすがに口パクっても言っちゃってるんでまあ普通にかぶせてラップするかっていうねことでまああの。 わかりませんけど、まあ普通にじゃラップしますね。はい、お願いします。<え>で、じゃあ私のパートは関係ないという。延長パートはだからちゃんと生ラップですよ。しないといけなくなってます。ええ、はい。ですか私だけなんかちょっと今回何もだやんなくてもいいっていうことなので、ちょ,ちょっとずるい感じじゃないですか、はい。延長パートにちょっとかぶせたりいろいろしますからね。あわかりました、はい。そういう感じでじゃあちょっとやっていきましょう。まあ私の声がちょっとずれたりするかもしれませんけど、はい。それは多分ディレイがね、<laughs> あレイねかかりすぎとかね。 え、目が眩みすぎちゃって、まあ、はい、だと思いますんで、大丈夫ないです、はい、ということで今日の重大発表、まだまだ続く、まだ続くの、<laughs> じゃあえっ、ー、と先にまあ、生ラップやりますか、はい、はい、それでは、えー、イバラッパーの東京の生ラップ行きたいと思います、それではミュージックスタート、スターーおう、財布はケースのポケットなんか入れといちゃだめだよ、紐付けて首から下げとかなくっちゃ。 悪い人いんだちけ人信用しちゃダメなんだちけすぐ金分んどられんだちけ お隣さん信念人たちきめで人多いんだしき次元も毎日あんだしきとにかくお金どこだしきじいちゃんが言っていた東京行ってみればただの妄想行ってはいなかった東京これが話の真相じいちゃんが言っていた東京行ってみればただの妄想行ってはいなかった東京これが 話の真相東京はダーリー友達系コンビニ歩いてくんだっち系車は渋滞なんだっち系信号いじいじ上がだっち系並んで電車に乗んだっち系ラッシュで詰め込まれんだっち系階段ばっかつかんだっち系とにかくダーリー友達系たっちゃんが聞いてきた東京も<京>のに周りの影響<京>きっとあの人らが元気<凶>これが 田舎の情報。母ちゃんが聞いてきた東京モロに周りの影響きっとあの人らが元凶これが田舎の情報 どだちサービス残業あんだちけ寝不足あなりめなんだちけ子供はいつも寝顔だちけ夫婦の会話もねんだちけ土日はじっとしてんだちけ息なし転勤あんだちけとにかくきっついどこだちけじいちゃんが住んでいた東京今いるのは茨城の増草崩れた東京幻想これが。 現在の状況にちゃんが住んでいた東京今インドは茨城の上層崩れた東京幻想これが現在の状況じいちゃんが言っていた東京言ってみればただの妄想言ってはいなかった東京これが話の真相じいちゃんが言っていた東京言ってみればただの妄想言ってはいなかった東京これが話の真相 はい、ええ、はい、はい。あれ?。はい、はい。あれ?。なんですか?。なんかちょっとず、すごいね、ディレイがいっぱいかかった。ミスったっていうね。まあ、ミスったってことですかディレイ。いや、ディレイですよ。ディレイがねはい、はい、はい、思わぬところでディレイ。ディレイいっぱいかたっちゃいましたね。これも作ったばっかなんで。はい。まだまだ私もね。なるほど。ライブでは、まだ歌いながなって感じですけど。ああ、まだまだ、こう、もうちょっと、こう、ブラッシュアップできる。そうですね。どうですかサビ?。サビ?。 ちょっとなんか低い感じでやってますた低いんですよそうな,なんでですかななんでですか音 <laughs> の音程が低いんです低いからああ、そうちょっとねあのー、今回のサビは、はい、ちょっと音程っぽくつけてるっていうか普段はまあほとんどのイバラッパのやつって普通にラップしてるだけなんですけどちょっと音程っぽくねちょっとこうメロディっぽいですよねメロディっぽくちょっとあれしてるんで、はい、そうですねいやでもね、はい、よかったですはいバッチリだと思いますバッチリでしたかはい,はい というこでねまあこれからあれですよね卒業シーズンであの逆にこう茨城から東京に行く人がいると思うんですけどそうですね我々はっていうかこの曲はあれですから茨城のこの U ターンキャンンのあれなんで応援ソングなんでどんどん帰ってきてねっていうだからこれ5月ぐらいに聞いてもらうといいと思うんですよね。 でこれ聞いて、やっぱり茨城帰ろうみたいな。5月でもう嫌になっちゃったなって、嫌になっちゃったからもう帰っかなって。あ、いいですね。そうそういう感じでね、ああのまうまく使ってください、皆さん。はい。ぜひ。ぜひ。パウダラブに収録されますんでね。U ターン。カムバック。銀輪の目を抜く、東京の喧騒に疲れたら。 いつでも茨城に帰ってくるといい。それそれは何のセリフこれ？茨城警備隊の。そうですね。茨城警備隊の。佐々代の。佐々代のセリフです。紹介の会みたいことあるなと思ったら茨城警備隊か。いや。やべですね。はい。天の声れ首ですかね。警備隊だと思ったら天の声先生。あれ天の声でございます。はい。久々。はいですねちょっと本当に首になったかと思ってまあ心配したんですけどはい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 。 というか、あの、音楽の授業なんですけれども、ちょっとですね、あの、美術のコマ数が足りなくなってしまったので。コマ数が。足りない。ちょっと、うまく、2時間あるところを1時間にしていただいて、ちょっと、一コマ美術でいただくということで、今日しましたので。はい。じゃ、美術、今からやるわけですね。そうですね。なんで、えっと、茨田先生は美術初めてということで。あ、そうですね。そうです美術ということで、よろしくお願いいたします。なんか、緊張するな。茨田先生、アーティストですから。アーティストですから。ちょっとジャンルは違いますけどね。はい。はい。 じゃあ早速ですね。もう美術の問題を出していきたいと思います。はい、えっと今日もお絵描きということで、後ろに用意してあるフリップに絵を描いていただきます。<う>で、まずは先に問題見てみたいと思います。問題こちらです。はい、はい、第5町ではですね。あるものの、姿を姿を模した観光シャトルバスが運行しています。 そのバスのデザインを描けということで、お二人とも、ですね後ろにバスの下絵が書いてあるフリップがあると思うんですけれども、ちょっとそれを表に出してもらっていいですか、こういうやつですね、これがあると思うんですけれども、ここの上に思い思いのデザインを描いてください。思い思いとこあ正解があるんですけれどもね、を描いていただくということで、シンキングタイム中は曲が流れます、曲はですね当番組ディレクターによる、すね、ポクエレジーという曲です。

でもかなりぎこ口なし、えー、さらにこみたたりなんかおかしい下手なごまかしするのはむなしいあ,あ躊躇してばかり育児なしこれまさに出口なし、えー

最近も何回かやったからやった気はするんですけれどもそう,いうことですか、えー、ちょっ,と、まあ、ちょっと今のヒントはあんまりよくないヒントではあるんですけれどもね。はい、はい

でもまあこうは言っても岩田先生、はい、これがアーティストですから、ね、今こう服をから見てますけれども,も色使いが色使いがかなりアーティスティックですね,ね素敵ですねこれ <laughs> まあねどうなんですかね <laughs> まあこれ早くかけちゃったらの曲フェーズアウトさせますので出来上がったらパッて言ってくださいね <laughs> 分かんないからいいかな <laughs> いいですかね <laughs> い,い,ですいいですかいいと思もいいですかじゃ <laughs>、えー、ディレクター、ー <laughs> フェーズアウト。<laughs> はい、ということで、お二人、書けましたでしょうか。じゃあですね、えっと、なんとなく、こういう時は、やっぱり、アーティスト、正統派のアーティストのイバラッパ先生から見ていこうと思いますので、イバラッパー先生、お願いいたします。では、お願いします。じゃじゃん。じゃじゃんと。えっと、イバラッパー先生、これは、私の見る意味ですけれども、滝とモミジというところですかね。そうなんですよ。これは、あの、袋田の滝をモチーフに。 っていう、まあ、一番やっぱ醍醐って言ったら、滝かなと思いまして。確かにそうです。そうです。だから、一応滝で、だ、滝だけと、水だけになっちゃうんで。一応、やっぱり紅葉とか、緑とか。で、一応、これ袋の滝から出てきてるんですよ。出てきてる。バスがそれを表してるんで、滝のから。なるほど。多分、ある基地っていうか、あるんじゃないかな、あそこに。まさに、茨城警備隊みたいな。そう、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 そう。そういう感じの世界。なるほどですね。はい、ありがとうございます。はい。 それでは、え委、ー、員、はい、長の方も見てみましょうか。委員、はい、長どうでしょうか、どうぞと。これなんですか、前についてるのはタイヤですか。違います。お,お口です。鯉。鯉、違います。鯉じゃないの。の魚です。でも。これなんですか、ちなみに。本当に、天これ,これ天天完全に鯉だと思ったんですけれども。あゆ、はい。 なんかアユとバスってなんかデザイン的に合わない気がしますけどね。ちょっとね、えー、はい,はい、はい、アユの特徴が一切ないですよね、これね。赤いのなんですか？お口の中です。あ、口か。ああ、なんだ、口だったんだ。アユのアユのその胸びれというんですか？はい、そんなに丸くなかった気がしますし。そうでしたっけ？あと川魚なんで鱗ってあんまない気がするんですよね。そうでしたっけ？はい。 あゆかーあゆまあドドビビラン扉のところにあゆって書いてあるんですけれども、それとなんかあのね某 ABEX のアーティストさんのあの方みたいな感じになっちゃうんでどうですかねってところですよねははいいじゃあえっとですね今日はですね正解を天の声が書いてきましたのでおー書いてない書いてないんですすみません天の声書いてません写真を撮ってきました天の声ちょっと見ていただきたいと思います正解はこちらですどーんああー これ、SL なんですねこれ見たことあります、私、はい SL、ああ、言われてみればね、SL 型のバスを無料運行してるんですね、土曜、日曜、祝日、日立大門駅から袋田の滝本ですね、袋田の滝のろまで無料でシャトルバスが運行していて、そのバスがこの観光シャトルバス、SL の形ですね、手のとこが小さいときにですね、出ゴ市が水戸から大門のほうまで走るっていうのがあったんですけれども。 最近も水軍船を SL 何回か走ってるんですって、うん、もしかするとそういった絡みがあってなのかなという気がするんですけれどもあまあ言うほど関連も深くはないかなという気がしないでもないですがあまあでも子供はねこれは好きでしょうね。音が鳴るんですすよよねね少なくともやっっぱりりりははこっちたいに <laughs> 乗りたい感じはしま するんですよ、通る。あ、そうなんだ。私、目の前通ってくるの、見ました、そういえば。あ、見たことあるんですね。あります。あ、さすが。これはですね、毎週土日と祝日、あとはゴールデンウィークの期間だったり、お盆とか、そういったシーズンですね。無料シーズンは無料で運行しています。あとですね、さらに、これ貸し切ることができるんですね。あ、そうなんですね。三時間よりで、一時間七千円で貸し切ることができますので。もしよかったらですね、えっ茨城交通さん、もに問い合わせて。なるほど。ちょっとね、遠足じゃないけどね、まあ、大人だけで、ちょっとなんかやったりとかでも。 いいいんじゃなあと子連れとかでもね団体でね子ども会旅行にじゃあこれ使ってくださいよね楽しそうそうですねはいいいんじゃないでしょうかところで本日のビ s のおは以上となります難しかったな難しかったじゃあ最後またあれですかツイッターの方ねはい紹介したいと思いますけどもいいい今日はねでも重大なやつがもういろいろありましたからね本当ですよね重大いっぱいありましたけどもどれが重大なんだはい 結局ね、どれもなんかそんなに影響がなかったんじゃないかって話もございますけどね。一番影響あったのは今のところあれですよ。はい。ラップです。ラップね。入ってたからね。びっくりだよね。本はい。ネコバスとかいろいろね。あ、正解は S L だったようなルジャムさん。すごいですね。ね、皆さんやっぱり知ってますね。うん。恋登りじゃないですよ。鯉のぼりじゃないですね。で、インチあるバージョンとか。あるバージョンでね。はい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 。 せがれ喜びそうです。え、エスエルバスいいですよね。いいですね。いいと思いますよ。はい。まあ、そんな感じでね、今日もたくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということなんですが。来週は。この、あ、来週じゃない、あ。明日ですね。まず。明日のこの時間は。はい、明日ですね。なんとですね。明日のこの時間、はプロレスイベント、トリプルイ はい、こちら今回初の開催となるプロレスイベントなんですけれども、ね、このプロレスイベントですね、はい、なんとイバキラ t v では。はい ライブ中継いたします。ライブはい。明日ライブですか。はい。明日のこの時間ボーレスイベントトリプルイオライブ中継でお送りいたします。YouTube ライブでご覧いただけますのでぜひご覧ください。これはあれですか。もしかしたらイバキラに関連する人が出たりとか。そうなんです。明日のこの時間はおなじみの水田水耕さんが。水田水耕が。はい。あのタッグチームが。あのタッグチームいよいよ。はえ誰と戦うんだろう。 どううででしししょ見てのお楽みございまますわかりたそしてですね来週のゴジャップハイスクールなんですが実はここで重大発表なんですここで重大あのこの学校がですね廃校に卒業にということでね3月でもう院長は卒業と。 はい、りね、なりまして、私も卒業です。なんで先生も卒業、はい。そうなんですよ。なるほど。まあですから。いや、まあ、重大発表じゃないです。か。言い方変えれば廃校っていうね。<laughs> まあ言い、言い方悪いんで、まあ平行、<え>まあ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 、まあそういうこと。でね。そうなんですよ。なので、来週は涙涙の。卒業式。卒業試験。ならぬ、卒業試験っていう。<え>試験受かんないと、卒業できないよっていうね。 ですから院長はねやっぱりもう試験を最後受けてもらってまあ今までやった問題を出していこうと思いますよ復習ででこれに受かったら無事卒業です受からなかった受からない場合はあのこの学校自体がなくなる予定なんであの自習というかね独学でやってください <laughs> ですからあのああのオンデマンド見直すと <laughs> <日>オンデマンド一日1回必ず見るみたいななほど,あなるほど、はい、ですので皆さんもぜひ、はい、卒業試験ということで<え>、えー、ぜひ最後の、ね、放送楽しみにしてください。はいはい、先生も くるみたいですよ。ル先生くるんですか。そうなんですよ。やった食べられるのかな、どうなんだろうね。<laughs> 来週。わ、はい、かりませんけど。卒業試験ということでね、<あ>ちょっと最後は。すみません、天の声から一つだけ、ちょっさせてください。えっと、明日のですね、プロレスイベントなんですけれども。はい

わかかるかなこれね <laughs> 古いネタですけどねもう、ね、はいはい失礼します最後にということでまた来週も夜9時にこの教室で今日ですね木曜夜9時にこの教室でお会いしましょう最後の授業ですそれでは皆さんさよならさよならみんな泣なくなよ